お疲れ様です。40代、50代になって、YouTuber としてね、一山当てていきたいということで活動されている方多いんじゃないでしょうか。その中でね、YouTube を一生懸命更新している。だけども、思ったような成果が上がらない。YouTube からの収益につながっていかない。そればかりか、コメントはそこそこ出しているんだけども、残せているんだけども、でもコメント返信しても、それ以上視聴者さんが自分の方に近づいてきてくれない。まあ、そんなね、 お悩み抱えてらっしゃる方いるんじゃないでしょうか、えー。例えばね、再生数はそこそこ回るんだけども、チャンネル登録がいまいちね、伸び悩んでいるよと。一本の動画を上げると、数百、数千と再生はされるんだけども、チャンネル登録の伸びが、一日に一人、二人、このぐらいなんだよって方ですよね。まあ、こうなってくるとね、年間で千人もチャンネル登録が起きないってことになるんですよ。でも、総再生時間はそこそこあると。このアンバランスはどうして起きるのかなってことなんですけども、一つには、 この数字が出ている方って、モデリング、つまり人気の自分と同じジャンルの YouTuber さんをちゃんとモデリングしてね、真面目にやってると思うんですよ。それは確かに基本なんです。うまく当てている人、そういった先輩 YouTuber さん、有名 YouTuber さんのモデリング、サムネイルを真似てみたりとか、タイトルを似せてみたりとか、内容を似せてみたりとか、こういうのはね、本当に大事なんですよ。ただね、 モデリングをして、有名 YouTuber さんと、だんだん同じような動画が作れたからって言って、そこで終わりではありません。というのが、視聴者さんから見ると、確かにね、有名 YouTuber さんと、それを真似している有名 YouTuber さんみたいなあー動画、YouTuber さんね。これ、両方とも選択肢が増えていいんですけども、でもね、同じような動画を2本は見ないんですよ。<laughs> 有名 YouTuber さんがいるってことは、そこだけでいいんですよ。まあ、そうなってくるとね、 ある程度のモデリングで有名 YouTuber さんに近づくことはできるんですけども、そっからね、今度は自分は何なのかっていう、自分の色をしっかりと出していく。できれば有名 YouTuber さんと逆目を行かないと、差別かごまれずに、その有名 YouTuber さんに集まったアクセスっていうのは取ってこれないんですよね。まあ、そうなんですよ。モデリングっていうのは結局、有名 YouTuber さんの視聴者さんをこっちに持ってこようとする戦略なんですよ。例えてと言うと、飲食店で言うとね、飲食店の当たったメニューがありますよね。例えば、あの、まあ、 豪華ランチセットみたいな感じでそれがね980円で出てるとしますよねそしたらこっちのお店はそれと似たようなやつを提案していくんですよでなおかつその店自体のオリジナリティがあるそうするとこっちの特別ランチメニューのファンの方がこっちを選んで流れてくるという現象が起きるんですよねつまり客の取り合いをしてるわけなんですよ、うん、だから YouTuber もモデリングする以上モデリングさせていただいた有名 YouTuber さんのところからお客さんを引っ張ってくるっていうところをね意識したときに ある程度モデリングでいいわけなんですよ。ただそっから伸び悩んでいると思ったら今度は自分の色を出していかないといけないんですよ。真似てるからいいですよではないんですよね。今度は全く違った覚悟。例えばね、有名 YouTuber さんが手を出してないものをこっちでプラスアルファしていって引っ張ってくると。そういうふうなスパイスを加える必要があるんですよね。これを TPPS って言います。ね。徹底的にパクるの TPP にスパイスの S をつけて TPPS って言うんですよ。ぜひね、伸び悩んでる いまいち結果が出ない YouTuber さん。自分にはスパイスが足りているかなってことをね、えー、考えてみるといいんじゃないですかね。そのスパイスも、いろんなスパイスをかけていかなければ、お客さんのね、お眼鏡に叶うようなメニューができないってことになりますので、モデリングすればいいだろう、ではないんですよ。うん、で、つぶさに自分の過去1週間とか1ヶ月を遡ってみて、この進歩では、この結果の変化ではダメだなと思ったら、やっぱり大きく舵を取っていく必要があります。 そのためにね、やっぱりこう、ライブ放送をやってみるとか、ゲストを呼んでみるとかね、えー、そういったこともあると思いますし、うん、結局有名 YouTuber さんが手を出してないところをちょっとやってみるとかね、うん、変わったところで言うとね、雑草メニューってのがあるわけですよ。これはね、まさにね、あのー、ランチ系 YouTuber さんとか、それからクッキング系 YouTuber さんが、山に入って雑草を取ってくるわけですよ。その雑草もどういう種類か調べてきて、それが美味しく食べれないかっていうことをやってるわけなんですよね。 まあちょっとこれはね、ファンがつきにくいかなとは思いますけども、ちょっとゲテモの趣味みたいになってきますけどね。でもこういう発想が大事ってことなんですよ。うん。その他にもね、えー、そうですね。うん、まあ長くなるんでこの辺にしときましょうか。<笑><笑>まあ TPPS が大事ですよってことですね、今回はね。はい。じゃあ失礼します。